チョーン・シー・ハリスがエドワード・ウルバンとの協調で発表した多角心モデル。チョーン・シー・デニソン・ハリスは現代地理学の先駆者の一人とされるアメリカ合衆国の地理学者。ハリスはアメリカ合衆国の都市地理学分野において大きな影響力を持った先駆的研究や冷戦期からその後にかけてのソビエト連邦についての研究によって 世界的に見ても最先端を切り開く都市地理学者の一人となった。ハリスはまた民族についての地理学的研究に大きく貢献し、特にソ連国内に住むヒロシア人の社会的少数集団に関する研究を進めた。ハリスはしばしばソ連にわたり米ソ両国の研究者間に健全な対話を確立する上で中心的な役割を担った。 ユタ州ガンに農学者フランクリン・エス・ハリスの息子として生まれた。幼い頃から地理に関心を持っていたハリスは、2年生の終わりには、将来は地理学者になると家族に宣言したという。1933年に19歳でブリガム・ヤング大学から学士号を得て卒業生総代を務め、同大学からは初めてのローズ小学生度の小学生となった。 奨学金を得たハリスは、イギリスのオックスフォード大学に留学して、二つ目の学士号と修士号を取得した。ハリスは、さらに、ロンドン大学のロンドンスクール・オブ・エコノミクスからも修士号を取得し、帰国した。1940年には、シカゴ大学で博士号を得たが、博士論文の表題は、ソルトレイクシティ、イリージョナルキャピタルイン1940であった。 その後、短期間だけ、インディアナ大学とネブラスカ大学で教弁を取った後、ハリスは1943年にシカゴ大学で地理学の准教授となった。この頃、ハリスはアメリカ合衆国国務省地理局の軍事、関係業務に招集された。ワシントン DC にいる間、ハリスはソ連にまつわる謎に強い興味を抱くようになっていった。ハリスはロシア語を学び始め、 ソ連について入手可能だった地図や統計による情報の研究に取り組んだ。ハリスによるソ連に関する著作2冊は1945年に発表されている。この分野におけるハリスの初期の研究のおかげで、やがて1950年代後半にソ連が外国人に門戸を開き始めたとき、ハリスには十分な準備ができていた。初めてソ連に渡航したとき、 ハリスはすでにこの分野における専門家としての名声を確たるものとしていた。長い研究生活を通じ、ハリスは14回もソ連へ渡航し、米ソの地理学者たちの間で協力関係を育て、拡張していく上で大きな役割を果たした。ソ連に関する研究業績とは別に、ハリスはアメリカ合衆国の都市についての都市地理学の分野でも、 重要な貢献を残した。特に、1945年に、エドワード・ウルバンとの共著で、アンルズ・オブ・ザ・アメリカン・アカデミー・オブ・ポリティカル・アンド・ソーシャル・サイエンス、市に発表された、論文、ザ・ネーチャー・オブ・シティズを表し、20世紀後半における、米国都市の理解に予言的な参照枠となった、都市の発展についての多角新モデルを提示した。 このモデルは都市における土地利用形態の可能性を示した、それまでの同心円モデルやセクターモデルに変わり得るものであった。研究者としての経歴の中で、ハリスは数多くの重要な権威ある地位につき、シカゴ大学では社会科学部の学部長も務めた。ハリスは1943年から1984年まで、 シカゴ大学の教授陣の一員であったが、その後も2003年に死去するまで、地理学部門のサミュエル・エヌ・ハーパー特任名誉教授として在任した。ありがとうございます。